そしてスタンドのマリーンズファンの皆様、お待たせいたしました。今日のヒーロー菅野選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。8回代打で貴重なタイムリーヒットになりました。振り返ってどのようなバッティングだったでしょうか。もうつなぐことだけを考えて、はい、打席に立ちました。競り合いの中であの場面で代打で登場しましたけれども、打席に入りされるのはどのような気持ちで打席に入ったというところですか。どうにか1点入るようなバッティングを心がけて、ただそれだけを考えて打席に立ちました。早いカウントから思い切って引っ張っていきましたけれども、改めていかがだったですか。いい結果に、結びついたので、今日は良かったと思います。1、2塁間抜けた瞬間にマリーンズファンの声援はどのような歓声が届きましたでしょうか。いつもすごい声援を送っていただいているんですけど、その時以上に、今日は感じることができました。菅野選手もこの代打でのタイムリーヒットをきっかけにまた状態を上げていきたいと思い強いと思いますけれども、そのあたりいかがでしょう。このチームの流れもいいので、このまま自分もその流れに乗っていけるように、明日も頑張りたいと思います。明日はオールスターゲーム前チーム最後のゲームになりますが、明日に向けてマリーンズファンに最後力強いメッセージをお願いします。明日もこの調子で勝って、いい流れで後半戦いきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。今日のヒーロー8回貴重なタイムリーヒット菅野選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。